でさ、あ、揺れていますね。地震があって視聴者も言ってるんですけど、そこがミシミ。でも地震があったら列車が遅れたりっていうこともあり得るけど、そうですよね。でもそんなに大きい地震じゃなさそうですね、これ。長いな、これで。あ、なんかもうレールからもね、あそこのこの柱がなんか行ってますよ。ちょっとこれが今カンカン行ってましたよ。大きい地震。あ、そうなんですか。福島がすごい地震。おーおーおー、これライブ、生放送としてはあれかもしれないけど、ちょっと静かにしますか。ちょっと上のものが落ちてくるかもしれないですね。皆さん、安全なところでね、頭の上とか気をつけるか。これは大丈夫と思います。宮城沖、これはちょっと、そうですね、乱れますね。まあ、むしろさっき映しといてよかったかもしれないですけど、ね、あれ、でも東京でこれだから宮城の方は相当大きいわけですね。ですそういうことですよね。あ、視聴者から6強も来てるみたいです。あ、地震速報だか、これは。ごめんなさい。宮城県の方は大丈夫ですかっていう状態じゃないですよね。でも震度6弱とかだったらね、大丈夫なわけないと思うんで。この上のやつもまだ揺れてますよ、これ。もしもし、言います？ダイヤは確実に乱れます、これで。さっき映しててよかったかもしれないですね。バンでもどうなんですかね、地震でこれほどのなんか災害規模のものが起こると、その現地の方がね今大変だと思うんで、もちろん私自身その心配はしてるんですけど、番組を盛り上げなきゃいけないってもあるじゃないですか。であんまりとんでもないことを言うとなんか不謹慎みたいな、不謹慎っていうかその失礼ですよね。だからそこら辺のバランス、まあ、地震のことに触れないでテレビやるっていうのも完全スルーすることもできないじゃないですか。だからなんてお話しするかっていうのがまず一番なんですけど、5強、あ、5強なんですか。震度、宮城県北部震度5強です。あ、そうですか。5強っていうと、まあ、結構範囲も広そうですね。福島あたりも5弱とか出てそうですしね。